マックス・アレキサンダー・チルトンは、イギリス・サリー州出身のレーシングドライバー。父親グレアムは、2012年現在、エイオンの副社長。兄トムは2014年現在 WTCC に参戦するレーシングドライバー。2017年8月12日に結婚した。2010年より、GP にアジアシリーズにバルワーダックスより参戦。GP にメインシリーズでは、 オーシャンレーシングテクノロジーより参戦した。2011年はカーリンより GP にメインシリーズ、GP にアジアシリーズに参戦。2012年はマルシャ F1 チームのジュニアチームであるマルシャ、カーリンモータースポーツよりヤングドライバープログラムの一員として GP2 に参戦。ハンガリーラウンドで GP に初優勝をポール・トゥ・ウィンで挙げている。 2012年の F1 日本 GP より、マルシャ F1 チームのリザーブドライバーに昇格し、アブダビ GP では金曜フリー走行1回目に出走した。2013年はレギュラードライバーに昇格した。予選、決勝ともに同じ新人のチームメイトのジュールビアンキに遅れを取る場面がほとんどだったが、後半からは予選タイムもかなり近づき、決勝では 勝つこともたまにできるようになるなど進歩を見せた。またこの年は新人ドライバーとしては F1 史上初めてシーズンすべてのレースで完走を果たした。2014年もマルシャに残留。開幕から相変わらずの安定感で完走を続けていたが、第7戦のカナダ GP の1周目にチームメイトのビアンキとクラッシュを喫してしまい、デビューからの連続完走記録は25戦で、 ストップした。2014年を最後に F1 のシートを失い、飛べ。インディカーシリーズの開カテゴリーである、インディライツシリーズにカーリンより参戦している。第12戦 i イオワで初優勝を飾った。2015年より FIA 世界耐久選手権に復帰する日産より、フル参戦が発表された。ただし、後に日産はマシン開発の遅れから開幕戦。 第2戦の参戦を見送り、ルマン24時間レースからの参戦となる、GP2 アジアシリーズインディライツインディカーシリーズインディ500、ありがとうございます。